レディオザビストリップ第131回、今週はドラムの東野がお送りします。本日8月20日に収録してるんですが、今日の発売日でございます。毎月ビストリップパーソナルで取り下ろしで載せさせていただいてるんですが、今月は東野の番でございます。ツイッターにですね、カメラマンの菅沼さんとのオフショットを載せさせていただいたんですけど、本当に今回の日はめちゃくちゃいい写真、もう歴史上一番くらいのいい写真を撮っていただいたんで、もうぜひね、みんなに見てもらいたいです。今回の衣装はですね、ジャケットとパンツ、あと靴とかは自前で持っていったものなんですけど、海くんに中に着るシャツを借りまして、でその借りたシャツを返すときにこうクリーニングに出すじゃないですか。で、まあ、こう返すタイミング、会うタイミングがちょうどこの間のツタヤのイベントの時くらいしかなかったんで、まあ、その日に返すねってこう連絡をして、でもその返すときにこう袋がなくて、ちょうどいい袋が、結構シャツ、まあ、2枚借りたんですけど、なかなかかさばるじゃないですか。で、大きめの袋が必要だったんですけど、ちょっとなくて、まあいいやと思って、そのままクリーニング屋さんから渋谷のツタヤまで、そのままの状態、クリーニング屋さんからこう返してもらったそのままの状態で、まあ、電車に乗り持ってったんですね。で、まあ、その入りした時にツタヤにたまたまルイと入るタイミングが一緒で、トヤ何それみたいにこう言われて、あ、この間撮影で海に借りたシャツ返そうと思ってみたいな、それそのまま持ってきたのみたいな、ものすごいドン引きしてました。はい。あと今月のキュアなんですけど、バンドマンのスポーツ経験をクローズアップというコーナーでビストリップメンバー全員そちらも載せさせていただいてるんでね、あの東野の取り下ろしだけじゃなくてね、他のメンバーの情報もライブレポートも載ってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、それではお便り読んでいきたいと思います。今週もたくさんお便りありがとうございます。もう時間はたくさんあるんで、できる限り読ませていただきたいと思います。はい、1つ目、ラジオネーム投げたら帰ってきたらせんか、どういうこと。東野さんこんにちは。僕はラジザのトモさんの回でセリフのリクエストをすることがあります。先日ラジザを聞き直していた時、トモさんの回のお便り無双でお風呂が沸けましたって言ってくださいというお便りがあり、好きだよとかだけじゃなくて、こういう家庭的な感じのセリフを言ってほしい人もいるんだなぁなどと思っていました。しかし後でメールボックスを整理した際、そのメールを自分が送っていたことに気づき、自分自身に対してお前じゃねえかと思って少し恥ずかしくなりました。東野さんはすっかり忘れていたことを思い出したことはありますか。はい、千佳さんのラジオネームがどんどんこう毎回変わってってるんですけど、投げたら帰ってきたっていうのはどういうことなのか、ぜひ教えてほしいですね。はい、ということで、すっかり忘れてったことを、これもうタイムリーですね。昨日ちょうどですね、昨日というか8月の頭ぐらいに、このすごい超見たい芸人さんのライブ、こう組み合わせのこうライブイベントがあって、でそれが9月にあるやつなんですけど、わ、これはもう最高だと、絶対見たいと思って、こうチケットを予約するじゃないですか。でコンビニ入金だったんですけど、そのもう予約できたことにもう満足しちゃってたのか、もうすごい興奮しちゃってたのか、もうその喜び、予約できた喜びで、その入金するのをすっかり忘れてまして、昨日それに気づいて、でその予約がパーになってしまって、もうそのイベントに行けなくなってしまったんですね。もう本当に悔しい、悲しいです。すごい、もうこれ昨日からずっと落ち込んでます。なんかそう、みんなもうちのライブのチケットを取って入金し忘れてましたみたいなのをちょいちょい聞いて、そんなことあるんかいと思ったんですけど、まさか自分がそんなことあるんかいが起きてしまいました。お前じゃねえかって感じですね。悲しいです。皆さんもね、チケット予約したらすぐ入金した方がいいですよ。はい、はい、では次です。ラジオネームあやひな、お疲れヤンマー。ライブまでしばらく期間が空くということで、お仕事はいろいろあると思いますが、もしよかったらまた絵本のアフレコやってくださいね。読み聞かせフリーの絵本もうともくんに送ってありますよ。でもめっちゃ長いので興味あったらでいいです、笑い。はい、絵本のねアフレコいつだったっけな、第何回かでともくんの回で絵本のアフレコをやって、そのキャラクターボイスっていうかね、登場するキャラクターの声を僕がやらせてもらったんですけど、あれすごい面白かったんでね、またぜひやりたいんで、ともくん聞いてますか、またやりましょうアフレコ。
では次です。ラジオネームもこ。トウヤ君お疲れやんま。最近雨が続いてジメジメしていて外に出るのも嫌になっていましたが、スニーカーを新しくして外に出たりして気分転換をしました。トウヤ君は気分転換に何かしていることはありますか？あれば教えてください。10月のライブ久しぶりに行けるのでとても楽しみにしています。お祝いできるのがとても嬉しいです。最後になりましたがトウヤ君大好きです。これからも応援してます。ありがとうや。新しい靴とか新しい服とかをこう身につけて出かけるのはもうすごいね、気分が良くなりますよね。とは言ったものの、ここ最近のトウヤ君は全然出かけてないので、もうコンビニかスーパーかぐらいしか行ってないんでね。気分転換といえばあれですね、アプリ、ちょっとツイッターにも書いたんですけど、ふいふいモルカーもぐもぐパーキングっていうね、あの超かわいいモルカーのアプリが出まして、いつ出たんだろう、多分最近ですよね。でもうめちゃくちゃかわいいんですよ。ちっちゃい子もできるようなこう難易度になってるんで、モルカーをねパーキングからこうタップして出していくっていうすごいシンプルなゲーム性でですね、課金もしなくていいんですよ。あの広告が結構多いんですけど、その広告で成り立ってるゲームだっていう最初に説明があって、その広告をオフにするのに600円ぐらいかな、課金するかしないかはまあ選べるんですけど、ガチャとかはもうそのモルコインっていうのがあるんですけど、モルコインを集めればゲーム内でもう何回でもできて、もう今のところ次のアップデートが来るまでの32種類のモルカーはもう僕はコンプリートしてるんで、早くアップデートしてほしいんですけどね。今はそのモルカー、ぷいぷいモルカー、もぐもぐパーキング、ステージ今432まで行ってしまったんですけど、誰かやってる人いたら、432以上の人がいたらぜひお知らせください。あとはね、アプリでいうところの東方のあの弾幕神楽をちょっと始めてみて、まだチュートリアルが終わっただけなんですけど、あとはあれですね、最近 CM 急になぜかやり始めてるトゥーンブラスト、ルイもめちゃくちゃやってた、あのパズルタップしてこうブロック崩していく系のあれもちょっとやり始めて、はい、気分転換は今はアプリですね。では次です。ラジオネームアイカ。トウヤ君お疲れやんま。キュアの発売おめでとうや。インタビューを読むのも写真を見るのもすごく楽しみです。早く手元に来てほしいと思ってます。キュアやアーシャの写真は何枚くらい撮ってますか？またインタビューのやり方はコロナ前と変わったことはありますか？教えていただけると嬉しいです。どんな時でもトウヤ君を愛してます。早くもっと会える日が来ますように。ありがとうや。写真は多分みんなが想像してる以上にもうめちゃくちゃ枚数撮ってるんですけど、まあ、結局使うのはね数点なんで、このキュアのパーソナルの時はものすごい調子が良かったというか、菅沼さん、そのカメラマンの菅沼さんと僕はすごく相性がいいなと思ってて、であんまりこう撮りすぎてもね迷っちゃったりもするんで、こう撮りながらこうチェックしながらで、結構そんなに枚数撮ってなかったんじゃないかな。この 100が多いのか少ないのかちょっと難しいところなんですけど、100枚もいってなかったんじゃないかな今回ので、こうもうあこれこの写真いいなみたいなのがもう撮りながら結構こうお互いに出てきてたんで、今回はスムーズでしたね。アーシャーの時もまあアクトの時はそんなに枚数取ってなかったんですけど、それより前のアーシャーの時とか結構もう200枚とか取ってる時もあったんじゃないかなと思います。インタビューのやり方は今回は普通に対面でインタビューさせてもらってるんですけど、やっぱりこのコロナの影響でそれこそリモートでのインタビューとかもちょいちょいあったりするんですけど、やっぱりねどうしてもタイムラグが生まれちゃうんで、なんとなくこう意思の疎通がしきれない感じがやっぱリモートはあるんでね、ちょっと苦手ですね。はい、ちょっともう10分ぐらい経ってるんですけど、まあなかなかね喋る機会も今ないんで、せっかくなんで今日はもうめちゃくちゃ喋っちゃいたいなと思います。じゃあ次です。ラジオネーム綾野。トウヤさんお疲れやんま。質問です。最近ハマってるお笑い芸人の方はいますか？前に末広がりずが好きだとおっしゃってた気がしますが、その後新たにハマった人がいたら教えてほしいです。私は最近ラランドとレインボーが好きです。はい、お笑いはねもうめちゃくちゃ好きで、テレビもネタ番組とかはもうほぼほぼ全部録画してるんですけど、最近ハマってるで言えばもう圧倒的に鬼越トマホークですね。めちゃくちゃ面白いです。あの喧嘩芸のあのうるせえなーってやつですね。あのあれも面白いんですけど、普通にトークがめちゃくちゃ面白くて、ラジオとかあとは YouTube でねチャンネルもあるんでね、それの企画とかもすごい面白いんで、
ぜひ皆さんチェックしてください。あとはこの間 R1 に出てたのかな、大谷健太さんっていうね、フリップ芸のイラストのオリジナルの早口言葉みたいなのをこう言ってるやつなんですけど、そのイラストめちゃくちゃ面白くて、ところどころトトロ多分 YouTube チャンネルがあるんで、ぜひ皆さんチェックしてください。あとはね、お友達でもあるシラスの攻撃を激推ししてるんで、皆さんシラスの攻撃もぜひチェックしてくださいね。じゃあ次です。ラジオネームりょう、とうやくんこんばん、わらびもっちもち。緊急事態宣言で楽しみは全部なくなったのに仕事はいつも通りあり、今仕事があることは幸せなことなのかもしれないですが、楽しみがないのに働くだけ働かないといけない日常が辛く、毎日心がバキバキに折れてます。心が癒される言葉をください。楽しみがないとね、確かにこう働くモチベーションを保てないのはすごくよくわかります。僕らもね、10月の17日の ZEP 東京までこう表だった活動がないもんでね、もう心バキバキに折れかけてますけど、こうやってねみんなにこう言葉を届けられるこのラジ座がありますからね、ぜひこのラジ座をね毎週皆さん楽しみにして、心折れずに頑張ってもらいたいんですけど、癒される言葉っていうのはちょっと難しいですが、いつでも東野は、いつでも東野は亮の心のそばにいます。ラブチューチュースペシャル。はい、次いきます。ラジオネーム玉尾、東野くんこんばんは、ラビモチ。先日はインストでお会いできて幸せと元気をもらいました。ありがとうやです。私事ですが、最近転職をしまして、毎日お弁当を持っていける生活になりました。やっと東野グッズの保冷バッグを使えるのが嬉しくて、料理は下手だし苦手だけど、お弁当忘れずに作れてます。グッズパワー強しです。さらに毎日お弁当を楽しく作れるように、東野くんの思うあったら嬉しいお弁当のおかずをお聞きしたいです。作ってみたいです。はい、ありがとう。いや、インストではね、僕も幸せと元気もらいました。ありがとうや。そして東野グッズの保冷バッグ使ってくれてありがとうや。ということで、東野くんの思うあったら嬉しいお弁当のおかずなんですが、松下家のお弁当はね、基本的に冷凍食品だったんですけど、まあ、便利で、まあ、美味しいってね、早いし、手作り系だとやっぱ卵焼き、甘めの松下家の卵焼き、あれは美味しかったし、すごい好きだったんですけど、あとはね、そぼろ弁当の時がすごいテンションが上がって、あのこう甘じょっぱい鶏そぼろと甘めのまた卵をこうボロボロボロっとしたやつ、2色のそぼろ弁当、あれはめっちゃ美味しかったし、テンションも上がりました。多分手作りだったはずですね。一応ふりかけみたいな感じでね、売ってるのもあったんですけど、多分卵は多分自分じゃないと作れない、手作りじゃないと作れないと思うんで、あれはすごい美味しかったです。作ってみてください。そして写真もお願いします。では次です。ラジオネームローラタン、東野さんこんにちは。 GVC 関西圏とても楽しかったです。ところで東野さんは今期の夏アニメで何か見てるものはありますか？ちなみに私は過激少女とビーチボーイリバーサイドが好きです。はい、ということでね、アニメね、あれ前回っていうか前期っていうかね、もうめちゃくちゃ面白いのがたくさんありすぎて、もう見るのが大変だったんですけど、そう、今回夏のアニメをね全然見てなくて、見れてないというか、こう気になるのはたくさんあるんですけど、そのビーチボーイリバーサイドもすごい気になって、なんかオンエアしてるのと配信のでなんかちょっと違ったりするみたいなんですよね。ちょっと詳しくはわかんないんですけど、で見ようとしてたのは白い砂のアクアトープとか、あとバニタスのカルテとかね、いろいろ見ようとしたのは、探偵はもう死んでいるとか、ね、見ようとしたかな。精霊幻想記とかも、あで東京リベンジャーズは引き続き視聴してるんですけど、それ以外全然つけてなくて、今ちょうどねどのアニメも折り返しぐらいだと思うんですけど、まあ、全部ね放送が終わってからいろんな評価を見てですね、一気にしたいかなと思います。あの D アニメストアニコニコ視点に課金してるんで、あの後からでもね追っかけて見れるようになってるんで、ね、おすすめあったら、あビーチボーイリバーサイドをちょっと見てみようかな。皆さんもおすすめあったら教えてください。あとは今更なんですけど、オーバーロードを見まして、もう一気に3期まで全部見まして、4期がね今制作中ということで、早く続きが見たいです。オーバーロードめっちゃ面白いですよ。はい、では次です。ラジオネームあずさ、東野さんこんばんは。先日コロナワクチンの接種に行ってきました。そこで注射を打ってくれる方が
大丈夫ですよ、リラックスしてくださいねってすごく気を使ってくださったんですが、私注射が全然平気だし、なんなら注射されてるところもしっかり見たいんです。注射って怖いっていう人多いですが、トウヤさんは注射怖いですか、平気ですか、また注射されてるところは見ますか。まだまだ暑い日が続くのでお体に気をつけてくださいね。僕も全然注射は平気で、あとはしっかり見ちゃうタイプなんですけど、まあ痛いは痛いですね。怖さはあんまないですけど、まあね、昔ね、ピアスマンなんて言われるぐらい、めちゃくちゃピアスを、まあ、自分で開けるぐらいなんで、まあ、痛みの耐性みたいなのがそこそこあるんじゃないですかね。ただちょっとね、血管が出にくいタイプらしくてですね、よく、まあ、失敗されたり、何回も注射されたりするんですけど、あれだけね、ちょっとご勘弁をって感じで。はい、次です。そこそこ長くなってしまってますが、もう少しお付き合いください。すいません。ラジオネーム、みすず、トウヤさんお疲れやんま。最近の金髪短め両目見えのトウヤさんが個人的にめちゃくちゃウルトラ大ヒットします。他のメンバーさんにも言えるのですが、両目が見える前髪の短さが好きだということに最近気づきました。個人的お気に入りは神戸公演の時の自撮りです。あとこの写真、ちょっとセクシーゾーンの松島聡くんに似てませんか。気に障るような発言でしたらすみません。はい、お褒めのお言葉ありがとうやです。はい、この金髪短め両目見えっていうか、今の髪型個人的にもすごく気に入ってですね、まあちょっと今また前髪伸びてきちゃってるんですけど、ちょっと落ち着いたらまたね、髪ちょっと切りに行って、ちょっとこの今のヘアスタイルキープしていこうかなと思ってます。色もね、明るい色すごい似合ってますって結構言ってもらえたんで、まあ、しばらくはこの金髪をキープしていこうかなと。あとこの、ね、ジャニーズの方ね、まあ、似てるんじゃないかと言われてね、嫌な思いする人誰一人いないんじゃないですかね。大変嬉しく思いますが恐縮です。本当にちょっとこのファンの方がねいらっしゃったら大変こっちがね申し訳ないというかね、はい、嬉しいです。はい、次はフォトトリップです。ラジオネーム星鍵、トウヤくんお疲れやんま&こんばんはラビモチ。先日のリトハ大阪のインストが幸せすぎて今でも余韻に浸っています。そんな中フクロモモンガの赤ちゃんをお迎えすることになりました。かっこ話題ずれすぎ。男の子なので大きくなったらやんちゃになりそうです。今はまだミルクと離乳食とおやつにバナナしか食べられないけど、普通食になったら大食いになりそうな予感はします。そんな我が子をチラ見せするとともに、トウヤくんの実家での猫ちゃんとかのエピソードも聞けたら嬉しいです。まずは写真をドーンです。はい、かわいい黒ももんが男の子ってことで名前はもう決まってるんですかね。かわいいです。これ大きくなったらこう袋広げて飛ぶタイプのモモンガですか。でモモンガって飛ぶんですね。ちょっとその飛んでる動画とかも撮れたらぜひ見せてほしいですね。でうちは実家でね、昔ルナちゃんっていうね黒猫を飼ってたんですけど、まあ、エピソードって言ったらよくその外でですね、まあ、その話し飼いじゃないですけど、その外となんか普通にこう往復させて飼ってたんですけど、よくねこう小動物と言いますかね、まあ、ちょっとこうハンティングをしては玄関先にその飼ったものをですね置いてはニャーニャーとこう飼ってきたぞって感じでアピールしてきて、そのね母親がね、双子さんがそのルナちゃんが飼ってきたねそのパターンを、まあ、埋葬するっていうのがよくしょっちゅうありましたね。月に1回以上はありましたね。はい、ね、天国で元気に暮らしてるといいんですけど、ちょっとこの話コンプラ的に大丈夫ですかね。はい、次です。ラジオネームないんですけど、トウヤさんお疲れやんま。オンラインくじ1回だけ引きました。なんとトウヤさんのファイルが当たりましたよ。でもタペストリー欲しかったな。この前テレビでやっていたクイーンの映画ボヘミアンラプソディを見て感動して泣いちゃいました。トウヤさんはドラムを始めたきっかけって何ですか。オンラインくじね、皆さん欲しいやつ当たったんでしょうか。トウヤさんのファイルおめでとうやです。はい、ボヘミアンラプソディね、まだ見れてないんですけど、ちょっと今度ね見ようと思ってるんですが、ドラムを始めたきっかけというのはですね、中学校の時に僕は吹奏楽部でパーカッション打楽器を担当してまして、まあ、そこでね結構ドラムを触る機会ももちろんあったんですけど、まあ、そういう経験がありつつ、高校では、まあ、いわゆる軽音楽部的なところに所属をして、
まあ、そんなに活動って活動はなかったんですけど、まあ、ドラムに触れる機会があったと。ただ僕自身はね、ボーカリストを目指してた時期がありまして、まあ、ボーカルになりたかったんですよね、まあ、ただねボーカリストになりたい人って、ね、たくさんいて世の中に、でもちろんすごい上手い人ね、かっこいい人たくさんいて、まあ、残念ながらその選考から僕は漏れましてそのバンドマンのボーカリスト選考落ちまして、まあ、ドラムができるってことで、ドラムの需要はすごいあったんですよね、こうメンバー募集みたいなところで。でドラムはもうすぐ需要が高くて、まあ、ドラムとしてねバンドを始めることになってって感じですね。はい、続いてラジオネームラッスン、トウヤさんこんにちは。最近雨続きでしんどいですよね。やっと雨上がったと思ったら次の日また雨で、先日のインストでもお聞きしたんですが、メメントアイスバージョンのアレンジだけのやつまだデータ残ってましたら、ぜひ DJ ヤンマーのイージーリスニングにあげてほしいです。では質問です。トウヤさんってなんか変なデザインの T シャツをたくさん持ってるイメージで、かっこ笑い。何か最近手に入れた変な T シャツ、気に入ってる T シャツなどあればお聞きしたいです。かっこファンの方から差し入れてもらったとかとか。雨続きですが体調にお気をつけください。はい、メメントアイスバージョンのアレンジだけのやつっていうのはあれですかね、その差し替わったシンセだけとか、なんかそういうのをちょっとこう曲に仕上げてみたいな感じですかね。ちょっと作ってみようと思います。ファイブバキアニマルズとかね、かっこいいシンセにアレンジしたんですけど、皆さんメメントアイスのファイブバキアニマルズ聞いてくれましたかね。はい、ぜひチェックしてください。でね、この T シャツはそのすごい最初の頃の GVC で、まあ、T シャツいろんな T シャツ着てやり始めて、でいろいろいただくようになったんですね、まあ、ちょっと変なデザインっていうちょっとあれですけど、まあ、ちょっと可愛らしいデザインとかね、面白いデザインの T シャツ、まあ、結構いろいろね着させてもらったんですけど、ここ最近で言うとちょっとツアーでは着れなかったんですけど、こう胸のところに恐ろしやって書いてある T シャツを白黒色違いで2枚いただきましてね、それ結構気に入ってます。普段コンビニ行く時とかは着てますね、まあ、店員さん何やこの金髪恐ろしや書いてあるけど、不思議な目でね見られてるとは思うんですけど、まあ、またね GVC 次のね GVC がいつできるかはちょっとわかんないんですけどね、いろんな T シャツ着させてもらいたいんで、トウヤさんにこの T シャツ着てほしいみたいなのがあればね、ぜひぜひ教えてください。さすがにね20分超えたあたりから若干元気がなくなってきてる感じが出ちゃってるんで、ちょっと元気を取り直して、あと3通です。皆様最後までお付き合いください。ラジオネームおしるこ、こんにちは。初めてお便りを送ります。 SC24 カフェさんで動画を配信していた頃のビストリップさんの印象がとても強く、ビストリップさんたちは皆さんヒョウ柄が好きだというイメージなのですが、今でも皆さん、トウヤさんはヒョウ柄はお好きなのでしょうか。ルイさんとトウヤさんの全身ヒョウ柄コーデで竹下通りでハイタッチの罰ゲーム、とても楽しそうでした。いつか全身ヒョウ柄コーデしてみたいです。笑い。懐かしいですね、全身ヒョウ柄コーデやってたな。若かったですね。普通にたくさん人がいる中で普通にやってましたからね、ああいうことを。いやー若いですね、若さってすごい。ヒョウ柄なんですけど、どうなんですかね、まあ今あんまりそのヒョウ柄が入ってるものってのはないですけど、今でもね、まあポイントポイントでなんかこう入ってたりしたらいいんじゃないかなみたいなのはありますね。なんかこの間では結構前ですけど、迷彩のパンツにヒョウ柄のなんかポイントでこうヒョウ柄のなんかこう入ってるみたいなパンツがあって、ちょっと欲しかったんですけど、ちょっと値段がちょっとあれだったんで買うのは諦めましたが、みんな他のメンバーはどうなんでしょうね。結構ヒョウ柄のイメージ確かにありますけど、なんか海くんの衣装とかにちょいちょいポイントで入ってなかったでしたっけ。ちょっとわかりません、海くんに聞いてみてください。では次、ラジオネームありません。トウヤくん、今コロナがもしなかったらどこに行きたいですか。私はコロナが流行って行かなくなってしまったんですが、2年前行く予定をしていた富士急と伊勢旅行に行きたいです。はい、今ねどこにもこう行きづらい状況ではありますけど、やっぱファンクラブ旅行にね久々に行きたいですね。もうすごい楽しい思い出しかないんで、もうみんなとねこう戯れながらこういろんなねイベントなんか催し物をこうしてね、まあ、たくさん思い出ありますけどね、またああいうイベント旅行
行きたいですね。ちょっと場所は分かりませんけれども、富士急とかね、ちょっと富士山に乗れる自信はないですけど、ジェットコースターね、もう平気なんじゃないか疑惑が僕の中で出てるんでね、富士急挑戦してみたいですね。富士山なんか想像の4倍ぐらい来るって友達が言ってたんですけど、乗ったことある人ぜひ富士山の感想を教えてください。東野の絶叫に耐えろ、耐久富士山なんちゃらみたいな感じでね、次の FC 旅行は富士急ハイランドで、はい、実現できたらいいですね。はい、皆様お待たせしました。ラストです。ラジザネームみほかっこ戦慄の丸顔より、東野くんお疲れ、ヤンマー。ラジザ聞きながら曜日感覚を整えてます。サザエさん症候群ならぬラジザ症候群です。笑い。今週約2年間過ごした通称廃墟を引っ越します。初めて地元を離れての一人暮らしで、不安とワクワクでいっぱいだった日からもう2年経つんだと思うとすごくあっという間でした。廃墟では金縛りにあったり、夜中の12時に仏具の音が聞こえたり、いろんなこともありましたが、いい思い出です。東野くんの魔王城での不思議な現象とか何かありますか？よかったら教えてほしいです。エビストリップ関西に来てくれてありがとうございました。次は全公演全イベント参加できるようお仕事頑張ります。ビストリップ愛してます。はい、ありがとう。や、廃墟ってなかなかいいネーミングですね。一応そういえばもしかしたら知らない方もいるかもしれないんで、なぜ東野家は魔王城と呼ばれてるのかっていうのをまず説明するんですけど、昔ねやってた働く魔王様っていうアニメがありまして、その魔王様が住んでいる通称魔王城が、まあいわゆるボロアパートなんですけど、それにすごいうちが似てることから魔王城って呼ぶようになって、決してそのなんかラストダンジョン的な意味ではなくて、そっちのアニメの方の魔王城から来て魔王城と呼ばれております。呼ばれておりますというか、勝手に僕が呼んでるだけでね、大家さんからしたらふざけんなって話なのかもしれないですけど、そのね、怪奇現象的なことで言うと、魔王城は全然怪奇現象はないんですね。怪奇現象というよりはこう人的な、人間のちょっといろいろトラブルはありましたけどね。ロック野郎様とか、ね、昔上に住んでた方がまあすごいうるさかったりとかね、そういうのはあったんですけど、魔王城に、ね、住む前の家の方がですね、こう怪奇現象、いわゆる心霊体験的なこともね、前の家の方があったんですね。一番有名なところで言うとホラ街ですね。そう、ホラ街、これも昔のツイッターとかにね結構細かく書いてたんですけど、もう何年も前の、10年以上前ですね。ちょうど魔王城に住んで10年になるんで、その前のそのホラ街エピソードっていうのがですね、まあ、深夜にね作曲とかいろいろ仕事で起きてることが多かったんですけど、大体深夜の2時に外からブーっていう、こうブーなんですかね、ホラ貝を吹くような音がすごい、こう低音の響き渡る音がして、まあそんなにうるさいな感じじゃないですけど、めちゃくちゃその音が気になって、なんだろうなって、もうほぼ毎日その決まって2時もしくは朝5時にその音がするんですよ。で最初外なんだろうなと思って、清掃の車が走ってる音なのかとかね、いろいろこう考えたんですけど、ちょっと分かんなくて、まあいいやと思って普通に過ごしたんですね。で、まあ、そのホラガイ以外にもね、いろいろ怪奇現象ってのはあったんですけど、まあ、その引っ越す日ですよね、その退去が決まって、こう全部こう片付けて、まあ、昼の3時ぐらいにそのいわゆる立ち会い、その退去するときの立ち会いがあって、で、あの、じゃあこれで OK でーすなって、で、まあ、そのちょっと余韻にね、こう結構そこもね4年ぐらい住んだのかな、こういろんな思い出あったなーって思い出に浸って、さあ出るかってときに、ブーってこうホラガイが最後のお別れの挨拶をしてくれたんですよね。だからもしかしたらその見守っててくれてた、はい、ホラガイの神様わかんないですけど、何者かがこうずっとねそこの家でね見守ってくれてたのかもしれないですね。だからそのホラガイだっていつも深夜2時とか5時だったのに、昼の3時にね、そのちょうど出てくる時に聞こえてきたんでね、これは絶対何かしらが見守ってくれてたんじゃないかっていう、そういう現象がありました。
はい、最後まで長々とお付き合い本当にありがとうございます。すいません、編集済みで30分を超えてしまいました。みんなからねいただいたこのお便りがね、本当たくさんのお便りありがとうございます。これがもう励みになりますのでね、来週からもどしどし皆さんお便りお願いいたします。来週の MC はともくんにお願いしたいと思います。ともくん宛にたくさんのお便りお待ちしてます。先週のね海類ペアみたいな感じでね、ちょっと会う機会があればね、僕も誰かと一緒にラジオ撮りたいんですけどね、ちょっとやっぱりリモートとかだとね、どうしてもタイムラグがあったりなんだりでね、ちょっとこううまくいかないことが多いんでね、9月にはね誰かと一緒に撮れたらいいなーなんて思っております。はい、それでは皆様、体には十分気をつけてお過ごしください。長々と最後までありがとうや、お疲れやんまー。